メヨザとはその後当日会うことが、本当はアフターパーティーに来るはずだったんですけど、アフターパーティーにも彼は顔を出さず、翌日もメヨザに会いたくてもう一度話がしたくて行ったんですけど、なかなか会えず、最後彼が夕食終わった後、降りてきたところを捕まえてですね、もう一度話をすることができました。ただ本当に寂しいメヨっていうか、彼とすると本当に信頼をしてた日本の人たち、そして当然ライジンのこと、僕のことも信頼してくれたんだと思いますけど、それに対する信頼はこれからも続けていきたいけども、やっぱり今回起きたことに対してまだ彼の中で消化ができてなくて、本当に辛そうな感じでした。それでももう一度日本に戻ってくる、心配するなとは言って立ち去ったんですけども、多分まあ心中察するにはですね、いろんな思いが彼の中にもあるんだろうなと、そう思っています。